ございます。今5時、朝の5時、これからバイトです。準備します。歯磨き、顔洗う、で残った水で髪ちょっと寝癖直す。まあ普通丸くなったら OK。 コンタクトまず見に行くから。でででちょっと入れ、うん入った、左、うんバッチリ OK。 今5時13分、あと5分ぐらいはこうあーってまた仮眠的にボートします。まあ、ここからバイトなんで夕方の5時に帰ってくるので、まあそれまではバイトってことなんで触れないと思うので、まあ帰ってきたらまた撮ります。寝ます。え、バイト行きます。じゃあ行ってきます。バイバイ。おはようございます。おはようございます。今の時刻は9時48分。起きました。起きました。起きました。もうちょい寝たい。もうちょい寝たいな。10時まで寝る。寝ません。起きます。おはようございます。今日は夕方からバイトがあるだけ。起きます。はい。なんか起きてから携帯いじってたら、なんか Twitter とかインスタとか YouTube 見てたら11時半になっちゃってて、やっと起きたの9時50分とかで、ちょっとそっから約1時間半ちょっとスマホをいじってダラダラ過ごしてしまったので、そろそろ朝ごはんを食べようと思います。これはお豆腐とオートミールのトマトリゾットみたいな、いつもこんな意識高いようなもん食べてないんですけど、たまたま作り置きしてたのがあってすぐ食べれそうだったので作りました。あと野菜ジュース。今日は3時ちょい前くらいに家を出るんですけど、ちょっとその前に役場に行かないといけない、行かないといけないってか多分今日ぐらいしか行けない、まあなるはやだと思うんで役場に行くので、これ食べたら準備して役場に行きます。朝ごはんは食べたので食器洗わなきゃ。やだ、食器洗うのやだ。この今食べたやつと、あと昨日の夜お酒を飲んだ時のグラスとかがまだ洗ってないから、こんなことしてらんないか。洗います。はい、洗ってきます。さあ出かける準備をします。メイクをします。メイクができました。メイク時間、まあ、10分くらいということですか。10分かかってないか。着替えてきます。着替えてきました。さてじゃあ役場に行ってきます。日差しがね強いのでね、帽子を最近お気に入りの、お気に入りのっていうか普段帽子かぶらなかったんですけど、最近帽子を買ったので行ってきます。はい、お家に帰ってきました。ただいま今の時間が2時17分ですね。さっき家出る前12時くらいに朝ごはん食べたんですけど、3時の電車に乗ってバイトに行かないといけないのでまたご飯を食べます。今お湯を沸かしています。暑い。今日はそうめんみたいな、この地元の麺のウーメンっていう、まあほぼそうめんを茹でて食べます。作ってきます。さて準備ができました。これが地元の麺ウーメン
もうそうめんみたいな感じなんですけど、めんつゆつけて食べるやつで、これ白石うめん、すごい短い麺なんですよ。これ3束入ってて短いから茹でやすいし、茹で時間も3、4分だし、よく食べてます。夏場はこう冷やして、あ、いい音、いただきます。あ、あと野菜ジュース。今2時28分、やばいやばい、バイト行かなきゃ、うん、私はこれに生姜とごま油を入れるのが好きです。一旦生姜だけで、はい、それでごま油を入れて、マジちょっとバイトまで時間がないので急いで食べています。よし、食べました。ごちそうさまでした。さて、片付けて歯磨きして準備してバイトに行きます。はい、それではこれからバイトに行ってきます。今の時刻は2時42分とかですかね。今日は4時から9時までのシフトになってます。バイト楽しいので全然毎日入ってても苦じゃないです。いや、マジマジマジ、はい、いつもお世話になっているバイト先です。じゃあ今日もバイトに行ってきます。あら、え、嘘でしょ。あ、びっくりした。いると思ったけど、靴ある、これも。いると思ったけどいないよ。バイトして、まあ、買い物して帰ってきて、今夕方5時半です。ほんと半日バイトですね。まあスーパーで買ったもん、カバンでっけえカバン、カバンいっぱいのやつをまた冷蔵庫に、夜ご飯ですね。まあユウさんいないってことなんで、ユウさん今バイト行ってると思うので、ご飯は帰ってくるまで食べません。食べないんです。コンタクト取ります。もう寝ます、今から。ああ、着替えよう。ラフな格好に、名前にメガネ欲しいけど、部屋戻って着替えます。この出かける用のズボンはあれなんで、メガネかけます。見えないんで、視力 0.1 なんで、メガネ、短パンで、靴下も脱ぐ、脱ぐ。まあこの布団にダイブしたいけど、スーパーで買ったものを冷蔵庫に入れます。めちゃくちゃ今日買っちゃったな。イカのやつとか、マカロニサラダですね。まあ僕ポテト好きなんで、ビーフジャーキーで、あとはなんか期間限定でありましたね、レモンとスイカのやつ、ポテチとか、チーカマ、イカフライに、そしてなんといってもノロくんといったら、こら2リットルでっけよ。っていうことで、もう見ての通り、もう今日はもう飲むこと確定ですね。今日バイト頑張ったし、みたいなのもあるし、明日普通にオフなんで、夜更かしできるってことなんで、甘えちゃいます。っていうことで、寝ます。おやすみなさい。で、10時28分、起床。おかえり。おかえり。お疲れ。ごめん、これご飯。ん？おかえり。あ、ただいま。ご飯温めてご飯、あ、だよね。なんか思いがけずそう、ちょっと忙しくて、フレンで手洗ってご飯の準備してご飯で、また連絡すっかね。フレンでますね。豆腐の話いいから、うん、じゃね、バイバイ。それも寝はず、いとこと電話してた。なんで俺に言ってんのかと思った。あー、お腹空いたぞ。なんなら回してると思ったし、もうその今帰りました、的な。あー、あれ、うん、撮ってる。あ、あれ、え、撮ってる、撮ってるじゃん。やるね。お、マジか。まずこれに移ろう。10時半帰宅しました。海ぺったんこです。顔テカテカだし、これ買ってきました。ストゼロのダブル完熟梅と、夏限定のダブルパイナップル。これ昨日飲んだら美味しかったから、また買ってきました。ないの？じゃあ梅、また飲むの。うーん、しか作れ、珍しくご飯食べた。違うんだよ、おつまみちょっと買いすぎたから。え、一人で食べるの全部？ん、一人で全部食べるの？いやいや、みんなで食べる。みんなでって二人しかないでしょ。俺も酒買ったんだ、見えた？見えた。なんか焼酎、氷結のスイカみたいな。氷、うわ、これやんない、うわ。で、チャーシューだけ？ゆうさん、うん、だってなんかレンジ使ってるから。あ、すいません、温められないから。すいません、髪ぺったんこ。10時40分ご飯いただきます。いただきます。お疲れです。今日会うの初めてじゃない？バイトだったしね。今日はコンビニで買ってきた根菜入りつくねの和風スープをご飯に、ご飯つまみ、ご飯もつまみもなんかよくわかんないんだね。いや、まず今日バイト疲れたので、そんな、いつ？日につくよ。え？蓋ポテトにつくよ。ダメ？
汚くはないけど、なんか嫌じゃね。油でいい？まあでもケチャップ作るよ、マジ。え？ケチャップにこうビーって作る。まあこんな感じでいつも夜ご飯を食べながらお酒を飲んだりしています。と何？ゲッソイカリング。にゃうまい。よかったね。なんかニュースが出ない。これ見るんかい。そんな気になった。これまさかジェイコンのチャンネル見ると思わないでしょ。え、そんな泣けるこれ。友達が見てたやついいって言ってた。女の子同士で仲良くするアニメの中でも割といいやつ。見る？見てない。見てないの？ハマってんじゃないの？やべ、そうそう、寝ないと。お酒ないじゃん。まだ行くの？寝るっつってたじゃん。何してんの？寝たいじゃねえか。意味わかんない、自分の行動。で、入ってくる。1時15分、13分。撮ってんの？はい、いつから？23分。うわ、お風呂に入ってきまーす。午前1時23分。はい。行ってきまーす。どうぞ。まずは7時になります。何役だよ。落ちたらでいいよ。別に俺アラームつけなくてもいいのに。何役だよ。そういう時に限って起きるくせに。風呂取るか。風呂取るの？入るところ。いや、お風呂取るって意味わかんねえんだ。どのシーン取るつもりだよ。脱ぐシーンかよ。どういう考えしてんだよ。もう悪口言わないで。はい、今の時刻は午前1時21分。お風呂に入って歯磨きをして、髪は乾かしてないけどもう寝れます。明日6時45分に起きないといけないのでもう寝ます。今日も一日頑張りました。役所に行ってバイトもして、洗い物も頑張ったし、寝ます。1時52分3分はい、就寝。また明日も頑張りましょう。おやすみ。はい、午前2時5分、携帯をいじっていたらこんな時間になってしまいました。さすがに寝ます。よいしょ。はい、はい、寝ます、寝ます。うまくいけば5時間半くらい寝れます。おやすみなさい。はい、はい、2時23分また寝てました。風呂ります。じゃあ風呂上がりました。2時47分。もう3時になるんだね。まあ自分で言うのなんなんですけど、風呂上がりの自分、かっこいいなと思います。髪乾かします。終了。次、なんと僕、次は化粧水なんですよ。この化粧水使ってます。かっこいいっしょ。なんとこれ、ゴリラクリニックのやつ。これ2つで7000くらいじゃない。どうなんですかね、この化粧水もなんかこう、叩くといいみたいな、言いますよね。なんか浸透させるためにね。でもなんかこう、なんで、こうなれちゃうんですよね。どうなんですかね。叩いてもいいのかな、やっぱり。こうね。しかも僕、片手派なんですよね。こう、の手汚したくねえ、みたいな。化粧水は汚いもんじゃないんだけど、なんか、心理的に嫌なんですよね。乳液。乳液の塗り方はどうなんですかね。これでやってるんですかね。やっぱ右手は使わないんですよね。あとは綿棒やって、なんか毎日やんない方がいいとか言いますけど、やっちゃいますよね、風呂上がり。これちゃんと毎日やってんだけど、なんかイヤホンすると黄色についちゃうんですよね。汚いですね。はい。黄色です。じゃああとは寝るだけっすね。3時45分で。ってことで、なんだ、1日密着ですかをやりましたけど、半日寝で、半日バイトっていう、ほんとこんな一日になっちゃいましたね。まあ明日は休み、一日休みなんで、まあさすがに今日とまた違う予定になると思うんで、明日は編集頑張るんで、動画作るんで頑張ります。って感じで、これが現実、リアルな世界の中役ぴょんぴょんずの一日、日常でした。はい。ってことで、見てくれてありがとうございます。バイバーイ。おやすみなさーい。